こんにちは、ブルーコースです。ということでね、星のカービィ64ラストパートということで、ファイナルスター、これをクリアして、華々しく散っていきたいと思います。まあ、散ったらダメなんで、ね、クリアしなきゃいけないんだけど、これがだからあれなのかな、その星のカービィ64のその、なんていうか、オリジナルの敵というか、ね、こいつがその、いつも出てくるクリボー的存在みたいなのかな。でも、まあ、結構カービィって、その作品作品によって、それにしか出てこないタコ敵って結構いたりするもんね。よし、OK。掘ります。はーい。何くれるの？あ、マキシマ、あ、俺、あ、位置くらったままだったんだ。そうだね、前回のちょっとね、一応やられてるところだったんで、ということで、行ってきます。はい。ということで、クリスタルが、まさか10になるというね。怖いな、お前。つい。よいしょ。とりあえず、基本的にはこうやってね、なんか、動き回ってれば、なんか、勝てんじゃねっていう。ピッ。ピッ。なんか壊してきてんだよな、こいつな。いてて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 。動き回らないとこうなります。ちなみに、こいつ名前なんだったっけ？デススター。ねえ。で、何発ぶつけたらこれ、30発とか？おおおお、よしよしよし。頭に絆創膏貼ってるってことなんだけど、原始的なんだよね。よし。絆創膏剥がして、ところがあの緑やっちゃうと終わりだから。よしよしよし。あ、とりあえずあれかな、あの、なんだっけ、サボテンダーに30発攻撃食らわしたら勝ちってことですね。第二形態とかあるからね。うん。あー、もう。こいつ本当もう、おめめウィンクちゃんがもう本当に危ないんですよ、俺。爆発する。ごめんなさい。ほいほいほい。斜めを打ったら戻る真ん中へ打ったら戻る真ん中へ打ったら戻る真ん中へ。ちなみにこいつはなんて言ったらいいんだろう、名前なんて言ったら、おめめウィンちゃん、パッチンちゃん、あとで名前調べてみて、分かんないけど今やったな、やっちゃったなってな、すごい手に取るの分かった。よし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 、ウィンの焦点ここも、こいつも天使って言う人だけど、実はもうあのあれじゃない、亡き者じゃない、死んじゃってましたみたいな。あれ剥げちゃったよ。天使の輪っかがないとただの剥げちゃったんですよ。しまった。くそ。でもこれあれだね、あと4回じゃない、あと3回はやらないとダメだな。一発は削れてない、体力30でしょ。ね、よし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 。このシューティングゲームくらい、今、あ、ちょっと待って、頭の輪っか復活してんじゃん。いつの間に。よしよしよし。よしよしよし。よしよし。いいね、いいね。いてて。多少のダメージ確保で真ん中から落ち込んでって、真ん中から。よしいいね、いい感じで削れてる。サボテンが弱いってどういう体の構造してるのかちょっとよくわかんないけど、サボテンなくなった。息のくらいのなんか操作性が簡単なさ、ゲームでさ、ツンとバツっていうゲームをやってくれたら、今のさ、あれ右と左って超むずいんだよね。実況撮っててマジであれが一番ね、今ねクリアできなさそうランキング1位なんですよ。最悪もうちょっと実況撮っててマジで進まないで撮ってばっかりになってたら、もう失踪するかもしれない。謝ってやめるって言ったら失踪ではないんだけど。よしうわ、クソかっこいいな。後ろなんか映画のフィルムがずっとくる流れてる、そんな感じがする。よし終わらない。さすがラスボスだな。だがお前言っとくぞ、ラスボス先に言っとくぞ、お前俺を倒すことができなかったら、前回出てきたなんか なんとかスター、あれなんだかダークマザーってなんかよくわかんないけど、あいつよりも弱いっていうことになるのかな、まあ、使ってる武器が強すぎるからかもしれない。よし天使のランドセル、よし焦るな。4発当てればいいんだ。4発。よし。4発当てればいいんだって言いながら、全然削れてなくなる。
よし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 、終わったー、やばいやばい、爆発する、逃げろ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 、脱出脱出脱出、取ってるピョン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 、おめめおめめおめめ、ゴリゴリゴリめゴリめ、どうしよう、開始5分ゲームでした。まあ分かってたんだけどね、まあエンディングがあるからさ、ちょっと長めに撮ろう、あのこのパートだけでやろうかなと思ってたんで、はい、ということでハッピーニューイヤー。いいな、ちょっとこれ欲しいかもしれない、このペンダントの部分だけ変えてさ、カービィはよりっ子だったっていう。あ、そういうゲームではない。はい、ということでプロジェクトゲー64、無事クリアすることができました。ありがとうございました。星のカービィね、いや久々にやってみたらね、あの本当にまさかのね、前回パートであそこまでこれにボコにされると思ってなかったので結構悔しかったんですけど、まあまあクリアしちゃえばこっちのもんなんでね。はい、いやでも楽しかったですね。うん、なんかこういろんなね、こうコピーをこう普通のそのね、カービィってさ、Wii とかスイッチとかで出てくるカービィってさ、大体一つのやつが多かったりするんで、一つの能力をなんか場面に応じて変えていくのが多かったりとかするんですけど、これが組み合わせられるっていうのがね、またちょっとね、違った面白さを生み出してくるっていうか、ただの針だけじゃないんすよ、みたいな、っていうのが、ね、ちょっとしますよね。はい。で、今ちょっとね、いろんなゲーム実況が、まあ、進行している中で、無事終わったのが、まあ、もうだいぶ前になっちゃうけど、バンジョとカズイのライブかな。で、今ね、罪とバッテだったりとか、まあ、マリオパーティーシリーズだったりとか、まあ、スリッツ大学戦とかしてるんですけど、とか、ゼルダの伝説とかもね、いろいろやってるんですけど、まあ、ゼルダの伝説が終わったらね、そのままムジュラの仮面も、時の狩りとか終わったらムジュラの仮面ね、一応、生死として続きになっていっているゲームになってますんで、そっちもやっていこうかなというふうには思ってますんで、引き続き楽しんでいただけたらなと思います。で、まあ、しばらくはちょっとね、64で、懐かしむな、なんか、ヨッシーストーリーとか、マリオストーリーとか、そのあたりのストーリー系をやってもんですよ。めっちゃね、これ、こんなに怖いの。お目目真っ赤なってる。エグゼクトリーダー、ヤマチュガさんの名前、有名でございますね。ハルキンプジョ、ニンテンドー。ニンテンドーという感じでね。とは言いながらも、スイッチもね、実況を撮る環境がね、無事で作ることができましたので、ぜひね、こんなゲームが見てみたいよっていうことがあれば、ぜひ、なんだろう、リクエストをね、コメントの方でいただけたら最高でございます。まあ、ボスブッチとかね、ボスブッチやってみる、まあ、ミニゲームとりあえず一回やってみるか、点検レースと、トルトルバトルと、こちこち、まあ、ちょっとね、まだね、時間がね、出ない、できてない。じゃあ、コンピューター、はい、決まりました。弱いしかいないんだ。あ、待って、A と B どうだったっけ？ほい。B で、あれだな、1個だな。OK、OK、OK。で、おっ！早速やっちまった。とりあえずなんか A ボタンを押しとけば勝てるんじゃねっていうのがこのゲームのね。あ、やばい。カエルはね、移動しよるからね。あおい！ほい。これ大丈夫？俺負けてない？負けてないよね。あ、でも難しい。ああ、カタ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 。よしよしよし。弱いに負けてたら本当にもう半端ないですから。さすがにそうはならなくてよかった。相変わらず席が止まんないしなんでね。みんながゴールするのを待っている間にちょっと薬を。ただいま夜中の1時50分。おじさん元気だよ。もう間もなく32歳を迎えますね。最高記録は私の記録できた。そろそろ別のゲームをやりましょう。そしてくるアイテムを取る。で、トルトルバトル移動入れ替えですね。はい、OK。あ、なんか全員集合みたいになってる。最高記録10。ほい。OK。あー、おめえ邪魔だな。何してんの、出て。取られた。あ、アドレーの人が地味に。アドレー。アドレー。ほんとに。あ、ちょ、待って、なんか、下手くそすぎる。入らなかった。押し込んで。はい、オッケー。まあ、ちょっと、みんなで端っこの方行っとこう。よし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 。
このペンギン野郎、暑さに弱いのにハンマーで頑張って岩を砕いてくれたペンギン野郎、ついみんな全然こっち来ない、すごい取りやすいんだけど、ありがとう。ワドがなんか私は最強とか言いながら、よいしょ、ワドよっとった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 、ペンギン唯一の人間。オッケー、これめっちゃ長くないこのゲーム、そろそろなんかラストラッシュ、もう結果目に見えてるじゃん。ペンギン、お前にハートは似合わない。なんか難易度が上がってくると、なんか取るとやばい爆弾とかあるんだったっけ、確か。なんかね、ほら取っちゃうとなんかゼロにされちゃうみたいな。恐ろしい爆弾機能があるんですよ。26歳と。これが一番でもやっぱりね、なんだろう、盛り上がるっていうかね、これ最高に面白いっすよね。それが一番面白いの。落ちろって、くすみにくいアクリルが繰り広げられたりとか。ほい。危ない。なんか、もう一回でも落とされると、なんか屈辱って感じするな。ほい。なんか、久々に、ちょっと、向きたい方向に向かせられないっていうか。よくあるのがさ、一番その隅っこに行ってさ、ずっと右と左をさ、なんか上とか下とか、なんかそういうのをさ、繰り返しやってるとか、で、落ち合いが。で、誰かが死んだ時に、今さっきに落とされていくっていう、そういう落ちなんですよ。よし。腕でペンギンちゃんをしまいにさあ、少なくなっていくよ。なんかうっさりと終わっちゃいました。しかもこれも最高記録あるんだ。最短時間でやってくるみたいな、そんな感じなんだ。オッケー。ちょっとなんか、2ゲーム3種類しかなくてね、寂しいんですけど。じゃあ、まだちょっと時間全然あるし、ボスブッチ行くか。よし、ウィーン。ここまで行けるかな。近いな。おめえ吐き出してくるのか、おめえ結構危ねえ存在だな。操作された。ほい、もしもし、ピョンピョンしやがる、止めるんだな。よし、じゃあジュニアぶち殺して、ぶち殺せてない、ぶち殺せない。ジュニアバイバイ。予想以上に時間かかっちゃった。さあ、息子だか娘だかが分かんないけど、やられたことに対してお父さんだかお母さんだか分かんないけど、お怒りモードですね。で、なぜかどっかからよく分かんないけど吐き出す。1個しか出演かかったね。あとこれ3発当てなきゃいけないか、5発かな。あれ、なんかお前チューンって吐き出してる、しかも漁ってるんだ、この時に。よいしょ、ケイ2個。多いね、貫き貫通貫き。これでダメージを食らうわけにいかないですよね、確かにね。なんか水根じゃねえや、終わり。飲み込んだらなんか最強の武器が実は使える、そういうのかな。さあ、なんか俺の予想ここで終わりそうな気がするんだよな。こいつはまあちょっとね、寝といたらなんとかな。頭の上をかすめて、やめて、あっち近づけないよ、ハゲちゃうさあ、っていうのかな。で、こいつはなんかピョン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 、あ、じゃあピョン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 回るか。じゃあこの間にいる感じにしといって思ったけど、うまいな、ミントがうまいぞ。おお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 お
今日なんかまた切り返そうとした瞬間にこう来るんだな、うまいなこいつ。ふぅ、なるほど、ギリギリを狙っていくとかですか。あー、やった、上下運動が激しいとかですね。はい、よし、ピョン、ベイ、おー、危ない、上下運動は激しく、腰の振り方も激しく、ピョン、ガシオピッ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 、さあ、行こうか。どこから来る？同じピンの方がダメージ打ち当てられるんだろう。え？やったっけ？いきなり。しかも全然当たらない。痛い、あっ！そしてこっちダメージ与えられない。悔しい。待って。そんな卑怯なことしてるか？同じ色の方がダメージだった。あ、なんかこれ同じ箇所してきたってことに気がする。あ、いってー、やべー、この食らい方は良くないな。あー、にゃいって、やば、待って、もう3も食らってもある。やべ、ラストまで行く気ないだろ、お前。あー、行く気ないですね。行っちゃダメよって。こんなの上手、サメ上手来たらもうダメじゃん、やばいじゃん。あ、こい、しかも、こい、スイッチ打ってたらまたこう、あいつ連だな。ゴールドを出さなかっただけ、偉いと思ったけど、全言撤回。全部上全て行き上がるボディープロスで、ペンの6つなんでやで、座れへん。よし、よし、逃がせへん。2ゴールド、うん、クッションキー、キー、2発かな。ボディーブロス、ボディーブロスバッツ、やばい、自分が鬼のように下手くそだということを自覚した前。ゴールドオンバッツ、よし、終わりだ。そうです、サメサメパニック、どんどん行こう。こうなった状態からどうやってあんなフリックを繰り広げられたんですかね。トゥルス、こいつで確か前回は全く食らわなくて済んだはずだったから、そのままなんとか逃げていきたい。欲望願望性欲マックス、ただまだ現役でかもでしょう。走り込みからなんとかなるんじゃなくて、早速クリオネクリップ、フリーで止めるのよ。クリオネクリ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 スエク、オッケー、いいね。トゥー、あー、ちょっと遅かったか。とりあえず走り込みから、あの爆弾飛ぶ野郎の攻撃で食らわなかったら多分大丈夫なんじゃないかなって言ってしてるんだけど、いいね。よし、オッケー、2発、また沈んでくれ。キロです、惜しいね、うまい、上手、ハッ、危ない、ちょっと爆発させませんよ。しかもこの状態になったら飲み込んでんな。あ、ラストじゃない、よし、沈め、一番もっともっとよくせ。さあ、どうですか、チーム。バービーが眠そうなんだよな。今にも寝ちゃいそうなんだよな。あ、どうする？よし。よし。あ、何
まず当てなきゃいけないのかわかんないけど、それをまたまま移動しなきゃいけないっていうのは結構あれだね、ハードルが高めだね。ハードル高すぎ審査。音がちょっとあれだね、ゼルダの伝説っぽいよね。なんかのリーでギブドとか出してきそうな。どっちとも柱ビョンビョンビョンってなるんですけど、上に押し付けられて終わっちゃうからね。で、まあ、いいね、移動したいと思います。よっミスのプリプリだ。さあ、すっげーよいしょよいしょ、一瞬で移動した。溶岩なめくじ、なめくじ溶岩かける、ネーミングセンスなさすぎてワープス。さあ、こいさあ、こい。さあ、こいさあ、こい。いきなり必殺を出すか？どうする？ほっ！ガウッ！ガウッ！すげえ危ないって曲知ってやがった。さあ、どうする？必殺を作るか？お、必殺、必殺、ただ移動するだけ。あれが回収なしじゃん。ちゃんと稼いでるわ。ここまでカゴリの実力は。はい。ということでね、星のカービィ遊び尽くしましたんで、このあたりで終了とさせていただけたらというふうに思います。本当にね、たくさんのパートご覧いただきましてどうもありがとうございました。また別のゲーム実況もたくさん上げておりますので、そちらもご覧ください。ぜひチャンネル登録ボタンも押していただけたら幸いです。ではまた次回バトルをお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。